宮崎県道27号宮崎北号線は、宮崎県宮崎市から日南市に至る県道である。県道27号終点。県道28号との整備状況の格差が、垣間見える。2010年撮影。宮崎市玄道町から、宮崎市清武町を経由して、日南市を直線的に結ぶ山岳ルートであり、旧帯街道の大部分に相当する。 全身の帯街道を含めると400年以上の歴史を有する路線である。江戸時代は、帯城と自頭所のあった清武高中屋を結ぶ伊東市、帯藩の幹線道路として、帯藩の三近交代路として、高鍋藩が飛び地の串間へ向かうための路線として利用されていた。明治期以降も南中郡役所所在地となった帯と宮崎県庁を結ぶ幹線道路として機能していたが、 その後は舗装工事程度しかされず、2008年現在も半数以上が未改良区間として残されている。これに対して、20世紀中期以降は、海岸ルートの国道220号が、1990年代以降は、同じ山岳ルートの宮崎県道28号日南高岡線が、いずれもほぼ全区間改良済みの2車線道路となったことで、幹線道路としての地位を、 この二路線に譲っている。競技の帯街道は、帯城から北号、清武を経由して、清武加納にて、鹿児島街道に合流する区間を指すが、抗議の帯街道には、清武町佐渡原城の区間も含まれる。宮崎県が1983年に制定した、愛称ロードの帯街道は、国道222号を選定しており、いずれの帯街道とも関係はない。 競技の帯街道はおおよそ現在の、郷野原日南線、日南高岡線、井野谷線、県道27号に相当するが、花立山越えの区間は、車道が通じていない。延長はいずれも2008年4月1日現在山、仮谷水道原路線と関連の深い、日南高岡線についても記す。当項目では、帯街道も含めた範囲について解説する。 宮崎市宮崎市清武町新町宮崎市の源の富士交差点から清武町、かのまでは鹿児島街道と重複する。鹿児島街道と帯街道との交差点には鹿児島街道と帯街道の分岐を示す追い分けの地名がある。前述の通り当たり区間は国道269号との重複区間であったが2008年に別ルートのバイパス道路が開通したことから 2016年3月に、県道27号の単独区間となった。追い分けからは、JR 日豊本,本線を渡り、ちん坂を登りつつ南下する。宮崎自動車道を橋梁で越え、帯班の自動車のあった中野地区へ至る。宮崎国際大学、宮崎学園短期大学が所在する。樹者の安井側圏、帯班家老の平部南は、当地の出身である。 中野からは坂を降り、商人町であり宿場町であった新町に至り、高岡軍事分線に接続する。美人坂、新町の区間は、福音教省である。宮崎市新町から、再び南下する。清武川を、城市橋で渡り、長田地区で大久保木崎線と接続する。黒坂地区で、宮崎大学清武キャンパスの西側を通り、さらに約1キロメートル南で、 宮崎学園都市へ向かう瀬田木崎線が東へ分岐する。清武町木原と宮崎市教須の境は瀬田峠を越える。遠く間は帯街道時代の旧道が現存している。鏡水小学校付近で宮崎市木崎方面へ向かう塩鶴木崎線との定次路がある。宮崎市教須日南市北郷町山刈や宮崎市教須宮崎市教須から、 日南式田郷町山狩リさらに道式田郷町、河野原までは、和日華山地を縦断する区間であり、一部を除いて、福音教省の未改良道路となる。加賀スからは総石山の西側を南下。道中の区平地区は、帯半期与竹豪斎南の地で、茶屋が設置されていた。椿山峠一帯は、椿などが植樹された、椿山森林公園として、 宮崎市が整備しており、帯街道が、殿様道路として保存されている。椿山森林公園以北は改良工事が進み、一部を、除きに車線道路として整備されている。椿山峠からは、海地合谷へ通り、軍海橋で、日南市北豪町区域内に入る。霧通しの日車線道路で貫く原道の脇に、赤レンガ造りの山刈屋水道がある。山刈屋水道は、 宮崎県で最初の道路トンネルであり、1892年に完成、1998年10月に宮崎県の有形文化財に指定されている。日南市日南市北郷町元狩屋花立山の現況広渡り川の大藤渡し屋東山狩屋からは、県道27号は花立山の西を通り、北河内に下るルート、帯街道は花立山を越えて、 ゴノ原へ下るルートの二路線に分かれる。山刈屋で、帯街道は、原道より60メートルほど高い、標高約400メートルの地点を通る。当地には、帯藩の関所、山刈屋関所が置かれた。13個の武士を配置し、人、物資の流れを監視していた。山刈屋関所付近は、替田川水系、高都線水系の分水界である。江戸時代当時は、 帯城下を早朝を出発すると、山刈谷関所到着が、昼時、清武新町で夕方となった。街道は、尾根沿いを南下、花立山山頂付近から山を降り、豪野原に至る。花立山豪野原間が、帯街道随一の難所とされた。かつては、北郷フェニックスカントリークラブ付近に茶屋が存在し、旅人は必ず茶屋で休憩したという。現在は、ホテル。 北郷フェニックス、北郷フェニックスカントリークラブ、花立公園が整備され、王子の街道跡をたどるのは困難となった。県道27号は、北河内で、日南高岡線に合流し、終点となる。日南市広渡り側に総区間を中心に平坦な道が続く。JR 日南線が、ほぼ並走する。北郷町、郷野原北郷町台藤島は、 現在の日南高岡線に相当する。途中の縦野には、板書が置かれた。北郷町上大藤、大藤で高都線を2回渡る。北郷町大藤からは、現在の郷野原日南線に相当し、北郷町内の田を経て、帯城下に至る。路線付近の標高高低図複数計六区間。ありがとうございます。